はいどうも皆さんこんにちは。今回は河北分離工作についてお話ししていきます。これまでいくつかの動画で満州事変以降のお話をしてきましたが、これらの動画は大きく分けて国内と国外の話に分けることができます。国内のお話は前回の動画で日中戦争の前まで進みましたが、国外のお話は4個前の動画から進んでいません。ということで今回はこの期間に国外で何が起こっていたのかというお話をしていきます。それでは早速満州事変が終わったところからお話を始めていきましょう。1933年5月31日、日本軍と中国軍が停戦協定を締結しました。関空停戦協定です。この協定により満州事変が収束しますが、その内容は非武装地帯を設定して両軍ともに撤収し、そこの治安を中国の警察が維持するという内容でした。この頃に新しく外務大臣となった広田光輝は、日本は中国の脅威ではない、中国に侵略することはないという演説をして協調外交方針を打ち出し、中国の蒋介石はそれを見て誠意のある対応だと認めるなど、日本と中国の間にあった緊張は一時的に緩和されていきました。しかし元はといえば満州事変は資源の少ない日本が資源を求めて引き起こした事件です。そうなると当然ですが、満州国にどのくらいの資源があるのかということが気になります。こうして視察団が派遣され、1ヶ月にわたり調査が行われました。ところが調査の結果、満州の資源は種類が少ない上に品質が悪い、自給自足に有益な資源が比較的少ないということが分かってきたのです。それと同時に満州に比べて中国の河北地域では石炭や鉄鋼といった資源が豊富に取れることも分かってきます。こうなると陸軍は河北地域が必要だと考えるようになり、中国を治める国民政府から河北地域を分離し、日本の支配下に置こうとする工作が陸軍を中心に行われるようになっていきます。これが河北分離工作です。ではどのようにして河北地域を分離していったのかを見ていきましょう。先ほども言った通り、満州国と中国との国境付近では非武装地帯が設定されていました。しかしここでは中国側の反日運動が巻き起こっており、日本側の仲間が殺されたり拘束されたりしていました。当然日本としては抗議しますが、一向に排日運動は取り締まられません。こうして現地に駐屯していた日本の軍隊支那駐屯軍の不満は高まっていき、彼らは満州国に隣接する地帯から中国の勢力を一掃した後、そこに親日政権を樹立することを目指し始めます。この支那駐屯軍の司令官をしていた人物が梅津義次郎です。ところが梅津が不在になっている間に参謀長が独断で行動、中国側の人物に対して排日運動を取り締まれ、責任者をクビにしろ、国民政府は出ていけと要求しました。これに対して中国側は、排日運動の取り締まりは自発的に行う、責任者もクビにする、だから協定は結びたくないと言って自発的な実施を約束します。こうしてこの辺りから国民政府の影響力が排除されました。今見てきたのは支那駐屯軍による河北分離工作ですが、関東軍も同じ頃に動いていました。こちらでも同様に排日運動が行われており、中国人が日本人を殴る蹴る監禁するといった事件が起きていました。このような中国による治安撹乱行為を受けて、関東軍は中国側の人物に対し排日運動を取り締まれ、責任者をクビにしろ、日中関係に悪影響を及ぼす機関は出ていけと要求。こうしてこの辺りからも国民政府の影響力が排除されました。こうした日本の動きに対して中国の国民は抵抗し戦うという意識を高めていました。しかし蒋介石が指導する国民党は毛沢東が指導する共産党の討伐に目を向けており、内戦が続いている状況です。共産党は追い詰められながらも場所を転々とし抵抗を続けていました。そのような中で共産党は、今は国内で争っている場合ではない、日本に抵抗するために内戦を停止するべきだと呼びかけて統一戦線の結成を主張、中国各地でこれを支持する声が高まります。こうなると日本としても困ります。もしも国民党と共産党が手を組んで日本を攻撃してきたら大変です。ということで広田光輝は外交交渉によって関係改善を試みます。排日運動を取り締まってくれ、満州国を黙認して経済提携をしてくれ、その上で一緒に共産党の進出を防ごうという提案を蒋介石に伝えたのです。
しかしこの提案は日本の現地軍が華北分離工作を行った後のこと、今更外交で解決なんてできないという考えが中国国内で広まっており、外交での解決はもはや難しい状況でした。それ以降も日本の現地軍は華北分離工作を進めていきます。国民政府の影響力が排除された地域に日本の思い通りになる自治委員会を設立させます。これが後の祈祷暴挙自治政府、いわゆる祈祷政権です。祈というのは河北省を指す漢字、つまり河北省の東側にある共産勢力を防ぐための自治政府という意味です。こうなると中国側も黙ってはいられません。祈祷政権から北京天津を守るために鬼殺政務委員会を設立させました。殺というのはチャハル省を指す漢字で、中国側も日本との間に緩衝地帯を作ったのです。その後関東軍はこの緩衝地帯を通じて中国に対する密貿易を始めます。日本の企業が続々と華北に進出すると、日本の安くていい商品が低い関税で中国に次々と流れ込んでいったので、当然ですが中国側の関税収入は大幅に低下、中国の産業を圧迫していき反日運動に拍車をかけました。このような日本の動きに欧米各国も、日本は中国の市場を独占しようとしていると言って警戒を強め、国民政府に多額の借款や援助を行って支援を強めていきます。これに対して日本は華北地域を日本の影響下に置く方針を明確にし、軍備拡張計画に乗り出しました。このような関東軍の行動をよく思っていない人物がいました。石原莞爾です。彼は以前の動画でお話しした通り、日本にとって脅威なのはソ連だと考えている人物で、北を守らなければいけない、南に進んでいる場合ではないという意見を持っていました。一方当時満州にいた武藤明は、日本には資源が必要だ、資源を確保するためには南に進むしかないという意見を持っており、二人の意見が対抗するような状態になっていたのです。ということで石原莞爾は満州へと行き、武藤明と面会、華北分離工作を中止しろと命令しました。しかし武藤明は、これは驚いた、あなたは満州事変で大活躍していたではないですか、今我々はあなたの行動を見習い、その通り実行しているのですと反論。石原莞爾は笑い者にされて返す言葉もありませんでした。さて視点を中国に戻しましょう。先ほどから言っている通り、中国共産党は今は国内で争っている場合じゃない、団結して日本に抵抗するべきだと主張していました。しかし共産党側がそう考えても国民党側はそう考えません。蒋介石はまず国内を安定させ、次に外敵を打ち払うという方針をとっており、蒋介石が戦いをやめない限り毛沢東も戦いをやめるわけにはいかなかったのです。そこで毛沢東は国民党についている張学良を手なずけて、お互いに侵害しないという関係を築き上げました。これに気づいた蒋介石は西安に乗り込んで共産党を殲滅しろと命令。これに対して張学良は、共産党殲滅はやめるべきだ、国内で団結して日本に抵抗するべきだと主張しましたが聞き入れられず、ここに張学良が蒋介石を監禁するという事件が起こりました。西安事件です。これを中国共産党は見逃しません。党の幹部を直ちに派遣して蒋介石を説得、今は国内で争っている場合じゃない、国内で団結して日本に抵抗するべきだと迫り、ついに蒋介石はこれを受け入れて、国内で団結して日本に抵抗するという方向性が決められたのです。こうして中国が団結する方針を固めた時に、ついに日本と中国が激突する大事件が起こりました。盧溝橋事件です。こうして日本と中国はいつ終わるかもわからない日中戦争の泥沼に入り込んでいくことになったのでした。